はいどうも、おはこんさつま、うしみです。今回はですね、今年の7月の鹿児島県民の日に、鹿児島地方の公式ツイッターがツイートしていた宅県民と鹿児島県民の違いというツイートを見つけたので、まだいぶ遅くなったんですけども、今回やろうかなと思ってます。あ、ちなみになんですけども、一つ目の噴火編ですが、噴火で場所を気にするのが他県民、風向きを気にするのが鹿児島県民というものですが、確かに鹿児島で桜島が噴火した時にも、他県民の方から SNS などでも、心配のツイートやリプなどが届くという話があるんですけども、鹿児島の皆さんは風向きでどこ方向に灰が降ってくるかを心配するというのはありますよね。実際鹿児島のローカルニュースの天気予報でも降灰予報というものが存在しているくらいなんですけども、これはこれであるあるですけど、桜島の噴火への備えは忘れずにしておきましょうね。2つ目ですが、目をこする人に花粉と聞くのが他県民、火山灰と聞くのが鹿児島県民というものなんですけども、これあるんですかね。あんま聞かないんですけども、確かに火山灰は目に入ると痛いですし、口の中に入ったらザラザラして、結構不快なんですけども、噴火した時はですね、サングラスとマスクが必須と言われるぐらいなんですよね。結構鹿児島ではですね、花粉症の人は鹿児島にもいるので、勘違いされるかなと言われたらって感じですかね。最後になりますが、将来何になるのと聞かれて夢を語るのが他県民、公務員と答えるのが鹿児島県民、公務員。星屑を彷徨ういつでも